皆さん、こんにちは。ひろきです。ご機嫌いかがでしょうか私は元気にしております。さてさて、Yahoo!、えー、知恵袋に勝手に答えますのコーナーです。はい。えー、総合 Q&A ランキングの1位から3位までで、まだ読み上げてないニュースを、ニュースじゃない質問を勝手に読み上げ、勝手に答えるというコーナーです。今回 1>, 1位から3位までほとんど同じ質問です。一応、3位から1個ずついきます。羽生結弦さんは眉毛と結婚したんですか知りません。<laughs> 次、2位。子宮子宮なんですか。羽生結弦の結婚相手が眉毛ではありませんように。 もっともっと素敵な女性でありますように皆さんは誰だと思いますかわ <laughs> かりません <laughs> 第1位速報羽生結弦さんが元 AKB の渡辺真由さんと結婚することがわかりましたって掲示板がありましたが本当ですかわかりません <laughs> みんなそんなになんで相手を気にするんですか誰だっていいじゃないですか彼が選んだ人なんですから <laughs> 本当にもうゴシップ好きの人はしょうがないなはい1位から3位までこれですよ何じゃおりゃって感じですねはいちょっと今日はおかしいはい、はい、ということで今回の配信は以上になります えー、最後までお聴きいただきありがとうございました。また別の配信でお会いしましょう。さようなら。